トイレに行った。普通だ。まあテレパシーでトイレに行くことは分かっていたが、しかし普通だ。お、出てきたな。そんな面白いっすか、あいつ。今佐藤くんが何分トイレに入ってたか分かるか。いや分かんないっすよ。5分41秒だ。成人男性が大便にかかる平均時間と全く同じだ。確かにちょっと面白いけど。ちなみに一度の大便に使用する紙の量も平均とぴったり一致していた。見てたんすか。見て。さあ一体どっちを選ぶ。ごめん謝る方か。ごめん、授業始まるからもう行くね。何？どちらでもないだと。やったが待て、この言葉一見普通だがすごいぞ。俺には普通のこと言ってるようにしか。お前わからないのか。この言葉、主張と謝罪のどちらでもないが、どちらでもあると捉えることもできる。つまりこんな普通の言葉でありながら、主張と謝罪の両方を兼ね備えた針の穴を通すミドルシュート。なんだこのイメージ。すげえ普通がかった。佐藤君、君は思った以上だ。彼は紛れもなく普通の天才だ。普通の天才って何すか。よし決めたぞ。何をすか。佐藤君と友達になる。マジっすか。やはり普通の人間たるもの、周りにいる人間も佐藤君のようなやつじゃなきゃダメだ。その普通の人間って佐伯さんのことじゃないっすよね。佐藤君という最高の迷彩服で僕はこの学校に完全に溶け込む。